セクシー田中さんだけじゃなかった。原作者が激怒した実写ドラマ衝撃度ランキングトップ7、原作者が自ら命を絶つという痛ましい出来事となった。テレビドラマセクシー田中さんのドラマ実写化問題。原作者と脚本家、そしてテレビ局などを含めて改善が必要な点が多々あるように思いますが、これらのトラブルは今に始まったことではなく、過去にも原作者が激怒するということが多数ありました。そこで今回は原作者が激怒したドラマを衝撃度順にランキング形式でご紹介しましょう。第7位、1997年放送、いい人。主演草なぎ剛。当時 SMAP の一員だった草なぎ剛さんが単独で連ドラ初主演となったいい人。初回放送の視聴率は 24.6% で、平均視聴率も 20.4% を記録し、エンディングテーマとして採用された SMAP のセロリも 73.2 万枚の大ヒット。 DVD もセールスを伸ばし、表面的には大成功したドラマでしたが、その裏では初回放送を見た原作者の高橋真さんが激怒していました。ドラマ化にあたって高橋さんが出した条件は、主人公とその彼女のキャラクターを変えないことだったにもかかわらず、約束は反故にされ、原作とはかけ離れた内容で放送。これに対して高橋さんは原作という言葉を使うことを許さず、原案に変更させました。さらには漫画を掲載していたビッグコミックスピリッツでの連載を休止してしまいました。高橋さんは単行本最終巻の後書きにて、ドラマが漫画の連載終了の原因であると明言し、後味の悪さを残しました。草薙さんの出世作となった作品でしたが、漫画をドラマ化する難しさを示した一例だと言われています。ちなみに原作漫画を大きくアレンジしたドラマがヒットするケースはよくあるものの、原作者が連載を終了させるまでに至ることは稀なケースでした。第6位、2008年放送、汚染。主演蒼井優。原作漫画は実家の旅館を手伝うため老舗料亭に弟子入りした男性が、料亭の看板娘で店を切り盛りする女将の汚染に出会い、次々と降りかかる難問を持ち前の美的センスと心意気で解決していくストーリーで、単なるグルメ漫画にとどまらず、グルメの枠を超えた日本の伝統文化を描く内容でした。主演は連ドラ初主演となった蒼井優さんが汚染役を務めましたが、実際のストーリーはジャニーズ事務所所属だった内博樹さん演じる弟子入りした男性を中心に描かれており、内さんの演技力の低さを指摘する声から、過去の内さんの飲酒騒動まで持ち出され、ドラマ自体が低評価の炎上状態となりました。加えて原作者である菊池翔太さんがドラマを目にし、原作とのあまりの違いにショックを受けたため創作活動を行えないと声明を発表。そして突然イブニングでの連載を休載してしまいました。菊池さんは、作品とは作者にとって子供のようなもので、その子供が嫁に行き幸せになれるものと思っていたら、それが実は身売りだったと痛烈にドラマ版を批判し、その矛先は旧ジャニーズ事務所と、その所属タレントをゴリ押し起用したテレビ局にも向けられました。最終的には原作から原案の表記に変わっています。第5位、2004年放送、3年 B 組金八先生。第7シリーズ、主演武田鉄矢。国民的ドラマといっても過言ではない3年 B 組金八先生シリーズ。シリーズ25周年となった第7シリーズは、当時社会問題となっていた犯罪の低年齢化をドラマの内容に落とし込んでおり、違法薬物や児童虐待、発達障害のある生徒への偏見やいじめ、給食費未納などといった重いテーマを積極的に扱っていました。中でも八乙女光さんが演じた生徒丸山修が覚醒剤使用容疑で学校に乗り込んできた警察に逮捕されるという衝撃的なシーンもあり、彼の劣悪な家庭環境なども合わせて描かれています。社会問題に切り込んだドラマは話題となりましたが、その裏では原作者であり長く脚本も担ってきた幼い美恵子さんの途中降板という事件が起こっています。表向きの幼いさん降板理由は体調不良とされていましたが、実際は制作サイドと幼いさんとの方向性の違いが大きくなり、違法薬物事件で引っ張る路線に舵を切った制作側と原作者側との間で齟齬が生じてしまったためと言われています。結局薬物問題にドラマ内容が寄りすぎてしまったため、他の生徒たちの問題の結末は描かれないまま放送は終了。そして幼いさんはそれ以降のシリーズで脚本に復帰することはありませんでした。第4位、1994年放送、八神くんの家庭の事情。主演国分太一。
幻の打作ドラマとまで言われている。八神くんの家庭の事情、原作となった漫画作品の内容は、主人公であるごく普通の男子高校生には異常に若く見える母親がおり、自分と同年代の美少女にしか見えないことから、思春期を迎えたことで女性として意識してしまい、自身のマザコンぶりに悩むというもの。またその主人公の周りを取り巻く恋愛模様のドタバタ劇も描かれており、人気となっていました。しかしドラマではキャラクター設定の根幹をなす異常に若く見える母親に、当時すでに40歳となっていた夏木マリさんを起用しており、キャスティングの面で不自然さが目立つこととなりました。さらに原作にはない設定やストーリーを追加したことで、原作ファンのみならず原作者である楠木圭さんが激怒、自分の作品はドラマのストーリーとは関係ないと声明を出す事態に発展し、この作品も原作の表記が原案と改められました。ジャニタレ主演ドラマにもかかわらず視聴率は低迷し、その数字は未だに非公表、放送回数も1話減らされ、再放送もソフト化もされていません。ちなみに放送局であったテレビ朝日は、この作品の放送翌年に同時間帯のドラマ枠を廃止しています。第3位、2022年放送、霊媒探偵、城塚翡翠、主演清原果耶。テレビ局の発注ミスが原因で、原作者と脚本家との間に不要な確執を生ませることとなった日本テレビ放映の霊媒探偵、城塚翡翠。原作は相沢佐子さんによる小説城塚翡翠シリーズの第1作で、本格ミステリ大賞を受賞するなどミステリ小説ランキング5冠を獲得した名作。霊が見える能力を持つ主人公の探偵城塚翡翠が、霊視には証拠能力がないことに苦悩しながらも、推理作家勝木と出会ったことで力を合わせて事件を解決していくというミステリー作品でした。勢いのある女優を主演に据え、豪華キャスト陣で固めたこともあり、放送前から期待の声が上がっていましたが、実際は水面下で放送危機に陥っていました。通常原作のあるタイトルをドラマ化する際は、どのレベルで内容に改変を行うかなど条件を原作者サイドとすり合わせた上で脚本家に依頼をするようになっていますが、日本テレビはまさかの発注ミスを犯してしまいます。脚本を手掛けたのはヒットメーカーとして知られる黒岩勉さんで、黒岩さんは局の要望通りに脚本を仕上げたものの、原作者サイドが納得しなかったと言われ、結局は原作者の相沢さんが脚本まで担うこととなり、黒岩さんは降板。放送自体は間に合い無事に放映となりましたが、橋渡し役であったテレビ局が機能しなかったことで、原作者側と脚本家の間にトラブルが発生してしまう形となりました。第2位、2012年放送、海猿、主演伊藤英明。テレビ業界で最も騒がれた原作者とのトラブルといえば海猿。伊藤英明さんが主演を務め、海上保安官として働く主人公千崎大輔の活躍や恋愛を描いた大人気作品で、連続ドラマだけでなく4度も映画化され、いずれも70億円を超える興行収入を叩き出し、フジテレビのドル箱コンテンツとも言われていました。順調に記録を伸ばしていく作品と思われていましたが、原作者である漫画家の佐藤秀峰さんは、4作目となる映画が公開されてから3ヶ月後の2012年10月に突然自身のツイッターを更新し、フジテレビとの絶縁を宣言。その背景にはフジテレビの報道局による2度にわたるアポなし突撃取材や、海猿の関連書籍が契約なしに販売された事実があったためだと暴露しました。フジテレビは信頼に値しない企業、今後は一切新規の取引はしないし、海猿の続編は絶対にないなどと怒りをあらわにし、動画サイトの生放送に出演した際には一番の問題はフジの企業体質だと言及。正直クソみたいな会社と呆れ返っていました。現在では続編どころか再放送も許されておらず、愛されてきた作品もテレビ局の非礼によって幻の作品と化してしまいました。第1位、2016年放送、のだめカンタービレ、主演上野樹里。2016年にフジテレビから放映されたのだめカンタービレは、当初 TBS で放送されるはずのドラマでした。もともと原作漫画の連載時からドラマ化すれば絶対に当たると業界内では評判を呼んでいた作品で、各局の担当者が出版社詣を繰り返し、 TBS がドラマ化権を獲得していました。2005年10月にスタートする予定で、のだめ役に上野樹里さん、
千秋役に岡田准一さんというキャスト組で制作発表も行われました。ところが岡田さんが所属するジャニーズ事務所のゴリ押しで主題歌は V6 の曲が指定され、主演ものだめを演じる上野さんではなく千秋を演じる岡田さんに大幅改変されたことに、原作者である二宮智子さんが難色を示し、揉めに揉めた末ドラマ化の話が白紙となりました。その後フジテレビが原作者を口説きドラマ化に成功。主題曲にはベートーベンの交響曲第7番とジョージ・ガーシュウィンのラプソディ・イン・ブルーが使われ、上野さんの相手役には玉木宏さんを起用し大ヒットしました。イメージにそぐわない TBS の提案に原作者はどうしても納得ができなかったと言われています。ちなみに余談ですが、急遽ドラマ化が白紙となった TBS は即興で埋め合わせのドラマを作成する必要がありました。そこで過去に TBS 昼ドラキッズウォーに出演した井上真央さんの所属事務所が花より団子の原作権利を持っていることを聞きつけ、当時はまだ若手だった嵐の松本潤さんを起用し、わずか2ヶ月という突貫工事で花より団子を制作。これが2000年代を代表する大ヒットドラマとなりました。いかがでしたか？原作をリスペクトしてこその実写化だと言われるように、テレビ局側の都合だけで作品をないがしろにする傾向はやはり改善すべきポイントだと言えそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。